質問ですえピラミッドの建造者は絵の具であると幾度も先生の動画では拝聴いたしておりますが、うん、この絵の具という方はおおよそいつ頃の方なのでしょうかうえ加えて建設の現場で携わっていた人々は地球の人以外という方もいたのでしょうか、うん、お答えいただける範囲で何とぞお願い申し上げますとまああの,絵の具と。 いうのはまあ、別名がいっぱいあってヘルメスなんかも全部そうなんだろうけどあのー「聖書外転聖書」ってアップクリファーってのありましてその旧約聖書の中にね「エノクは天使に支えられて空中に浮かんだ」って書いてあるのね、うん、じゃあその時に支えた天使はどこの人たちだ、うん、そういうことなんですよ。でもっと言うと人類の始祖のア,アダムにバブデスマを施したのは大なんだ。 人類の人がアダムでしょ、えー、だそれに対してバブルスもやったのは誰なんだ、はい、ということは前宇宙全宇宙の人たちですよだからアダムはまるでこう空中を浮かんでそのまま水の中を掘り込まれたというような表現しかできないんだけどね、うん、それやったのは天使天の使いその天使たちは今の我々が知ってるこの全宇宙とは違う天の父なる神の時の人類、うん の中の正しい人たちが天の軍団としてこの大宇宙を作る時にも陰で支えていたのかもしれないそういうことなんですよ、うん、だからそういう存在も含めてもしエイリアンという言い方が正しければそれは正しいでしょう地球外生命体というのも正しいでしょうだけどグレーとかああいうあの死すべき体を持ったあ宇宙人というなレベルじゃ ないんですもう神っていう存在ね天使っていうのはその使いですから、ええ、羽が生えてるわけでもないんですよ、うん、まあでもその天使という中にもあの惑星がありますよす天の使いですから、はあ、あれ生命体なんで、うん、星星は生命体ですからねそれが動いてあるいろいろなことをなすこれはもうもう天の使いです我は天使の体の体に住んでる。 でごめんなさい、はい、質問のあと、ピラミッドですね、茶前竹、えのくというのは大ピラミッド、ね、いつ頃の方なのかというあこれあの、ノアのおじさんですから、うんえー、そう思うと、ノアの時代が、えー、紀元前3244年という大洪水が起こったのはね、だから4500年から以上前から5000数百年前でしょうね、うん、でもっと言うと、これ、生書学的歴史年代表。